応援する人を増やすっていう意味では、このサポーターの人だけじゃなく、お店であった人に応援してもらってやるようにこう話すとか、さっきの通話ですね、ほぼ友達みたいな感じで焼肉食べに行ってきたんです初めてのとこでもう友達だった、うん、本山さんとかもそうですね。おお、飲みに一緒に行ってもいつの間にかいなくて、まあ、カウンター行ってたり違うお店とか入ってて、なんかすごい仲良くなった人連れてきたりちょっといいお父さん誰みたいな確かにシンジさんも割とそういうタイプ、シンさんもそうね、つながりがすごいから本当にってことはやっぱ大事なんで、確かにそうですね、確かに。